新選組、沖田総司という男。新選組の沖田総司は、幕末から明治維新期にかけて活躍した大使であり、その剣技と勇気で知られています。彼は新選組一番隊の組長として、重要な役割を果たしました。一番隊は新選組の精鋭が集められ、最も重要な任務を担当する部隊でした。その中でも沖田率いる一番隊は、特に優れた戦闘力を誇りました。沖田総司の剣技はその武々しさと威力で称賛され、時には恐れられるほど大きな脅威でした。長倉新八は沖田総司と斎藤はじめを弟子に紹介する際、沖田は猛者の剣、斎藤は無敵の剣と語ったと伝えられています。いかがでしたでしょうか？ぜひ、あなたのリクエストをコメントください。